今日もですね、森友事件の話題をちょっと探していたんですけども、その前にね、この記事がとっても気になったんで、今日は森友事件っていうタイトルをちょっと書いてるんですけども、そうではないんですけども、すいませんけども、これを読ませていただきます。タイトル、安倍首相がコロナ医療危機を無視し、病院のベッド数削減、政策の維持を宣言。何？しかも削減するため予算644億円を投入と。何をやってるんですかね。マスクでも400億円を使うだとか何とか言って、これ合わせて1000億円、この1000億円があったらどれだけの方の命が救えるのかなとも思いますけども、どうでしょうかね。やっぱりね、安倍総理がやろうとしていること、言おうとしていることっていうのは、なんかのね、何かしらの正当性があるのかもしれませんけども、もうすでにね、森友事件であれこれ隠して、桜であれこれ隠してってことを鑑みて、こういう風なね発信を見ていると、もうなんか結局バカなことしてるとしか思えなくなってくるんですよね。もう人の先入観ってのは怖いもんです。で、 GoTo キャンペーン、いい加減にしてくださいよと。 GoTo キャンペーンに1兆6794億円を計上してね、こんなんいらないと思いませんか皆さん。 GoTo キャンペーンに関わる業者のことはいいと思いますよ、利権をね、貪ってる方は。でもこの1兆円以上のね、1兆6794億円があったら、どれだけのマスク増産体制が取れて、どれだけの人工呼吸器が作れて、どれだけ医療とかね、食品、ライフラインを支えてくださった方に報いることができるのかってことを考えたら、この何年先か分かんないようなね、GoTo キャンペーンに、この金をね、投じるってのは本当バカバカしいなと思うんですよ。はっきり言ってこんなキャンペーンなくても、非常事態宣言が解かれたりとかね、今みたいな、もう鬱蒼とした状況がなくなったら、誰でも勝手に旅行行って、誰でも勝手に外食しますよ。よく考えてね、ものを言ってほしいなと思うんですよ。収束後の予算っていう、収束後がもしあるとしたらね、人類に。それは、今日とか明日を乗り越えた時なんですよ。大体 GoTo キャンペーンとか言いますけども、その頃には航空会社潰れてるかもしれないと。バス会社潰れてるかもしれないと。観光業ってのはね、観光地にはもうホテルもないし、外食もなくなって終わってるかもしれないんですよ。いや、もっと言うとですね、その頃にはもう外資に、例えば中国とかにホテルが買い叩かれて、もうインフラが買い叩かれて、バス会社、タクシー会社買い叩かれてですね、もうすべてですね、中国資本にお金を払うみたいな、そんな間抜けな状況になってるかもしれないですよ。そういう意味でも、今ね、日本の中でもう国内で頑張ってくださるっていう方、踏ん張って明日の支払いどうしようかって方に、この1兆円をね、つぎ込んだら、どれだけね、業者さんが維持されて、食品流通業が維持されて、観光業が維持されて、宿泊業が維持されて、万々歳になるかってことなんですよ。何もね、サボって儲けさせろと言わないんですよ。ランニングコストだけ出していただければ、そして1年2年ね、このコロナが収まるまで、そういった観光地をね、もう誰も来ないわけですよ、観光地。安倍総理が自粛とか言うもんだから。ね、要請なんてするもんだから誰も来ないし、今、頑張って営業してる方も今度は国民が叩いてるわけじゃないですか。国民同士をね、そういうふうに、戦わせるように仕向けておいてね、パチンコ屋さんも別に、まあ私はパチンコは別に好きではないんですけども、ただ、吊るし上げはないだろうと思うんですよ。その中で、やっぱ生活を支えてらっしゃる方とかね、お子さんを学校に行かせてらっしゃる方いる、その生活をぶち壊すわけなんですよ。ね、パチンコ業からいくらね、税金をもらってると思ってるんですか。いくらね、パチンコ業から裏金を、ね、警察かは分かんないですよ。そういうところはもらってると思うんですか。そんなことやるぐらいだったら3点方式を問題に出すべきなのに、そっちの方はね、知らぬ存ぜぬ決め込んで、とりあえず営業してたら悪いみたいな形を取るのはね、どうかと思うんですよね。で、その上でです、今回ね、こうやって、もう、病院をなんかね、めちゃくちゃですよね。ある方が言ってたんですけども、その病院って今ものすごくね、儲かんないらしいんですよ。で、要するに、コロナのことで患者さんが来るかもしれないっていうことで、病院に行く人っていうのがすごく減ったわけなんですよ。もちろんね、そうなってくると、普段病院行ってた人は別に不要不急じゃなかったのかなっていう問題がありますけどね。よく笑い話で、あれ、今日鈴木さん、病院来てないねって言ってからね、おじいちゃんが言ったら、あ、鈴木さんはなんか体調が悪いから今日は来れんらしいよみたいな冗談ありますけどもね、体調が悪いから病院来いよっていうのに、なんか井戸端会議しにね、病院に来てるのかもしれませんけども、そういうふうなある意味ね、心のメンタルを、心のメンタルって言ったら変ですけども、心の安定を取るために病院に通ってる、一種ね、公園のような感じでね、友達に会うために病院に来るっていうところも、一つの大事なコミュニティとして機能してるのが、まあ病院だとすればね、まあそこを多めに見るとすればですね、病院の制度っていうのはこれからも維持してもらいたいなと私思うんですよ。もちろんね、緊急時に、例えば、病院のスタッフさんって増やせないわけじゃないですか。ですから、ある程度、
無駄金かもしれないんですけども、あるから、だから言わせればね、無駄金かもしれないんだけども、病院は余裕を持ったね、体制、人事、それからね、給与体系ってものを維持しても、誰もね、怒らないと思うんですよ、これからの時代に合わせてね。まあ怒る人いるかもしれないですけども、でもね、少なくとも削減して、さらに病院に勤める方に負担を押し付けておいて、で、いわゆる今回みたいなことが起きたらね、病院なんてこう寝泊まりも病院でするとか、車中泊するみたいな、家族にも会えずにみたいなことになるわけじゃないですか。だからそういうことを考えたら、もっともっとね、お金を振り向けるべきところっていうのは、この国を支えてくださってる方ね、この国を導いてくださってる方が優先じゃないですよ。導く、誘導するね、この国を自分の利益に誘導するように、権力を振りかざす人じゃなくて、権力はないけれども、でもね、弱い者のためにとか、弱った人のために心を尽くしてくださる方に、なんかね、全身全霊を支えてくださる、こういった病院関係者の方とかね、介護の関係者の方とか、ライフラインの方、食品流通業の方、トラック運送業の方、その他もろもろの方のために、こういうふうなお金を使ってほしいのに、まあそこにね、予算を取り上げるっていうのはどうなんですかね。ベッド数削減とか、ベッド数の削減なんて本当必要なんですかね。まあいろんな意見があると思いますけども、あ、そうだそうだ、コロナ対策のために病院の設備を整えると、なんか2億円ぐらい損するとか聞いたんですけども、そこに対してね、664億円投入するんだったらいいんですけども、 GoTo キャンペーン1兆円以上使ってる暇はないなというところで、森友問題もね、忘れないぞっていう意味も込めて、もう安倍総理なんとかしてくださいと、最後お願いしながら動画を終わりたいと思います。ありがとうございました。